はい、どうも、皆さんこんにちは、むいけんです。最近ね、これね、友達対戦ハマってて、旅行中はね、1日10試合から12、3試合ぐらいはやったかな。結構楽しくてね、みんなで冒険と、これはね、結構やるようにしてます。で、最近のね、やつは、素早さが結構高いんで、ワカメを先頭にしてね、先日の福岡からね、結構刺激を受けて、友達対戦やってますね。はい、じゃあちょっと研究していきましょうかね。眠らなかったんだ。最近ね、このパターン多いっすね。スライム3匹でディフェンスしっかりねやっていくっていう人が結構増えたな。なんかこの方だけじゃなくて別の方もねやられてたんで、トレンドなのかもしれないですね。じゃあちょっと集中して見ていきましょうかね。どうやってすればもっと強くなるのかなと思って、ね、まあランドインパクトはいいんですけど、もう一匹ぐらいやっぱ魔王っていうかね、まあ嫌がらせ足止めても一旦だけでねすぐ戻っちゃうっていうパターンが多いですよね。なんか同じようなやっぱレベルって感じしますもんね。こう自分のね、知り合いの方々と練習試合とかしたときはね、もう1ターン2ターンで、ね、瞬殺されたんで、素早さがね、やっぱ高いメンバーを揃えて、攻撃させる前にもうね、もうほぼ壊滅状態まで持っていくっていうのはパターンなんですけど、こんな状態に持っていけないっていうね、感じなんですよね。なんかお互いね、こんな感じですもんね。ザオリクで蘇ってって感じで、まあなんとかね勝った試合ではあるんですけど、なんかね、なんかコツかなんかないかな、ね、自分の動画振り返りながらなんか見つかるかなと思ってね今見てるところなんですけどね。すぐ MP が切れちゃうんですよね。長期戦3ターン以上になるとね、ちょっと辛いんですよね。なんかパッとしてないですもんね。この辺の火力もね、何していいか分かんないですよね。最初の1、2ターンは決まってるんですけど、まあこれでね、勝負あったって感じで。このメタル3体の時の、あれは先に落としたらね、主力を落とせば勝ちって感じなんですけどね。誰を狙うかも大事ですもんね。はい、じゃあなんとかね、勝ちましたね。いや、最近ね、ほんと楽しくね、これやってるんですけど、なんか中押し勝ちが多いかな。途中でノックアウトっていうかね、相手が、諦めるっていうパターンもね。今ね、ちなみに経験値上げていって、レベル184ぐらいまでいったかな。結構ね、旅行中やることなくてね、こればっかりやってましたね。すげえ、あ、また同じパターンだ。別の人でね、同じパターン。で、竜王か、さっきベーダかの違いでね。はい、じゃあ、まあ、こちらの戦法一緒なんですけど、ほんとね、最近やっぱこれ増えたんだろうな。なんか主流かなんかの王道のあれに乗ってんのかな。これカバーしちゃうとね、そうそう、この後にね、あれを入れたんですけどね、個人的には。いてつく波動をね、スラフィーバーでしたっけ、あれは必ずと言っていいほど、ドメディが出てきたら別なんですけど、それ以外の時って結構これを使ってくるんで、スラフィーバーで、ね、ピオリムですよね。1段階か2段階上げるんですよね。そうされるとね、結構きついんですよね。なんかもっといいパターンないかな。ね、これでいてつく波動とかでね、ぶっ飛ばしたいんですけどね。これでなんとか相手のね、竜王が寝たのがね、
嬉しかったですけど、あ、竜王もあれなんだ。まだ転生前なんだ。なるほど。いやー、このスラーフィーバーとかね、この辺外したいっすよね。まあもう外してもしゃあないかなと思って、あの攻撃の方に行ってるかもしれないですけど、やっぱね、こっち、お互いね、なんか接戦がすごい増えたなって感じですね。まあ自分が防御をメインにしてるからなんでしょうけどね。まああの防御入れるとやっぱり回復ね、一匹入れないと厳しいんでね。はい、じゃあこんな感じでね、あのほんとね、ワカメくんが優秀でね、結構眠らせてくれるんですよね。あのこの対戦以外でもね、結構眠らせてくれます。普通に放送外でもね。だからね、ワカメの戦闘は僕の中じゃありっちゃありですね。まあレベルが90で、あとね、あの 1,2 匹ちょっと欲しいとこではあるんですけど、満タンまで欲しいっすね、こいつに関しては。竜王のザオリクって結構竜王持ってる人覚えさせてますからね。まあ、いや、こんな感じでね、あの倒しても倒しても蘇るっていうパターンがね、多いですね。大真面目にね、やってるんですけどね、なかなかやっぱり落としきれないというかね、お互いね、ディフェンス寄りのチームって感じですね。まあ、この辺でね、もう切れちゃってるんでね、普通に攻撃するしかない。これが課題なんですよね。こっから、レベルがね、さらに1段階上がってはいるんですよ。お、また眠らせましたね。はい。仁王立ちもね、もう切れそうですね。まあ、あの、ほぼ壊滅状態で、ザオリカもないんで、まあ、ほぼ決定的なんですけど、まあ、ちょっと時間がね、こっからちょっとかかると。まあ、あと5ラウンドあるんでね、なんとか負けっていうか、引き分けではないですね。ほんと、スライムのこいつが出てきたとき、引き分けがたまにね、今まで2回、3回ぐらいあったかな。10ターン、10ラウンド使っちゃってね。まあ、こんな感じになりますからね。入らないんでね。はい、じゃあなんとか勝ちました。ゴールデンスライムをやっつけたと。いやー、時間かかりましたけどね。まあこんな感じなんですよね。まあ最初2試合ちょっと時間かかったんですけど、あとはね、まあ割と勝てたパターンかな。はい、じゃあ今度はゴールデンスライムさんですね。はい、天の門番でディフェンス固めながらデスタムーアとデスプリ。この中で気をつけるのはやっぱ回復ですよね。回復とザオリク。ちょっときついなと。ね、眠ってくれたら助かるんですけどね。で、ピオリム一応ね、かけたいとこなんですけど、ピオリムよりもなんかね、一発を狙いに行っちゃうっていうかね。で、ベギラ、あの、ギラ系があるんで、ちょっと避けたと思うんですけど、まあ、一旦目ね。ああ、行ったんだ。そっかそっか。最初から、あれが行ったんだ。はい、じゃあ大防御で、その後に、あれをやる予定なんでしょうね。はい、なんとか、行きましたね。はい。なんとか回復を落として、なおかつ、あれでね、ギリギリ残って、ベホマラーっていうパターンだったんでしょうけどね。で、その後2ターン目以降勝負っていう感じで、持っていこうとしてたと思うんですけど、まあこれでね、だいたいまあ流れが。これで試合諦めて勝ったっていうことなんですね。まあもうちょっとね、やっても面白いとは思ったんですけど、まあでも回復ないっていうので諦めたかもしれないですね。はい、というわけで若干のね、100以下の攻撃力ですけどね、ワカメの眠らせるっていうのはね。それでもね、一応落とせましたんで、まあね、火力がやっぱ欲しいとこですね。ちょっと火力が足んないんで自分ね。もうちょっと、なんかが欲しいんですよね。はい、じゃあ同じような感じですね。今度もね、ゴールデンスライム。まあ、スラフィーバーとはまた違ってね、ゴールデンスライムを、戦闘置くと何だったかな、守備力20だったっけ確かね。こういう時は、物理じゃなくて魔法でね、落としていく方がいいっすよね。はい、じゃあ来ましたんで、まあやっていきましょう。いつものね。
はい。ね、大防御するもんなんですね。2ターン目に必要なのか。ね、ちょびーっとで落とせないのがやっぱ悔しいです。あ、落としたわ。寝なかったか。ちょっと寝てくれると助かるんですけどね。ザオリクのベホマラー持ちか。まあ私もね、ザオリク、ゴールデンスライムを覚えさせたんで。まあみんなそんなもんなんでしょうね。覚えさせるもんなんですね。竜王に覚えさせたりしてますからね。はい、じゃあ、2ターン目。まあほぼ、あんま変わんない状態ですけどね。はい、じゃあここで、これと。お互いにあれをやって、うわ、全然通らないですね。全然通らない。すごいカチコチですね。大防御のこれか。で、これで死んで蘇ると。ね、お互いにディフェンス同士の戦いだとこうなりますからね。ディフェンスとディフェンスの時は結構やっぱ長引いちゃうんか、感じは。はい。ラスト一発、泣けなしの、ランドインパクト。はい、じゃあお互いに大防御。あ、大防御じゃない。あれですね。仁王立ち。こっちが先に落ちちゃったけど、大防御が入ってたんで、大防御じゃない。あれ入ってたんで、全員いかなかったですね。きつい。きついね。こういう時はね、あれ役立ちますもんね。凍てつく波動とかね。ブロックできるんで、ゾーマーが来た時の身構えるは結構いいっすよね。全部吸収してくれるんで。なので、こっちも、自分も仁王立ちのメンバーいるんで、もうちょっと考えて、仁王立ちした時にしっかりと、ね、ピオリムとか入れた方がいいかもしれないですね。相手ゾーマいても助かりますもんね。お、これで寝たりするとやっぱ助かりますね。はい、この辺で若干逆転の匂いがしましたね。まあでも MP がちょっと枯渇っぷりがあるんですけど、まあ大丈夫かな。まあメンバーが相手少なくなると仁王立ちがさらに効いてくるんでね、助かるんで。MP がちょっと不安ですけど、まあ、仁王立ちね。いけるっちゃいけるんでね。はい、じゃあもうこの辺はね、やっぱ後半弱いんですよね。ランドインパクトやりまくると。まあ、やっぱり相手が、魔王がもう一匹、二匹いるともう全然勝てないですけどね。なんだろうな、これ。なんかあるんですよね。相手はザオリクはもうないんで、あと落としていく感じですね。回復も、まあぶっちゃけいないんで、身代わりぐらいかな。まあピオリムがちょっと危なかったんでね、落とした方がいいかなと思って。これでまあ勝負あったって感じはしましたけどね。ピオリム落として、こっちがね、全員ほぼ先制攻撃できるんで、これでいけるかなと。はい、じゃあこれで次のターンで終わりですね。やっぱゾーマ MP 高いんで、多いんでね、結構助かりますね。長期戦ラスト3ラウンドなんで、そういう時に助かりますけどね。まだ落とせないか結構長いな。はい、じゃあこれで終わりですね。はい、あ、最後一発あれも打てなかったんだ。サイコキャノンも無理だったんですね。はい、というわけで、まあ、守備と守備の戦いがね、非常に多いですけど、まあ、そんな感じでね、やってます。はい、じゃあ、あと1、2試合かな。じゃあ、今度は素早さ対決ですね。こういうのもね、しっかり勝っていかないとね、素早さ。素早さで、しかもドメディ。ドメディで、あれなし。身構えなし。身構えというか、あれね、仁王立ちなし。じゃあこれでよく勝てたな。まずこれで、あ、バギーを食らって、違うか、あれだ、魔法のやつ食らったんだ。マジックバリア、マジックブレーキかなんかありますもんね。これで落ちなかったのが良かったね。
ね、やばい時って、あいつ、そのメタスコが落ちて一番端っこなんで、メタスコが落ちて、さらにあの、一番あのね、右側の木まで落ちちゃう。かなりもう壊滅。あのダム決壊みたいな感じですね。この後これで落とされちゃうときついんですけど、一番一応火力が高いんで残った感じか。オッケーオッケー。こうなるとやっぱ持つとね、こっちのペースになるっていう。もうあのあれか。途中で投げ出して、諦めたんじゃなくて Wi-Fi 切ったのかな、あの感じだと。まあ諦めたっていうか、まあまあ勝ちましたね。はい。というわけで、次の試合です。次の試合も同じような感じかな。別の人なんですけど、素早さ。素早さ対決の時は、やっぱメタスコでガードしながら落ちな、あのね、回復も落ちないっていうのが、ポイントかな。ハゲオタとかもろに食らっちゃうときついんでね、いつもね、どうしていいかわかんないですよね。あっちをやるか、ね、仁王立ちするか、それともピオリム持ってるんでね、ピオリムした方がいいかなと思ってね。ピオリムやっちゃうと全体がバーって落とされてね、やばい時あるんですけど、全体もろ食らったりっていうのはなくなるんで、あー、これあれだ。これされたんだ。ね、これこれ。死んじゃった。よくこっから勝てたな。あー、これがあったんだ、この試合。あ、これこれ絶望的だなと思ったんですけど、眠りがね、ファインプレイなんですよ。ほんとね、眠らせてくれるんで、こういう、魔王系がブワッと並んだりすると、結構眠りとか半減とかであんま入んなかったりするんですけど、やっぱね、2体以上眠らせてくれるとすげえ助かりますよね。そっかそっか、この流れか。もう勝てる相手じゃなくてもね、これで勝てたりしてね。おー、凍てつく波動がうまく決まった。もう回復もね、盾もいないんで、もう力技なんですけど、3匹寝てるっていうのがね、もうかなりいいですけどね、流れとしたら。しかもあれか。こんな感じでね、なかなか落とせないっていうか、ね、はい、じゃあ一応ピオがこっち入ってんのがね、ほんと救いっすね。はい、じゃあこれで1匹落として、はい、なんとか勝ちました。もう負けてた試合っていうかね、最初の1ターン目なんか最悪でしたけどね。魔法をもろに食らっちゃってね。はい、というわけでね、最近はね、こんな感じで楽しくやってます。まあ、1日ね、何試合かやってるって感じなんですけど、やっぱいいっすね。スーパーライトどんどん楽しくなってんなと思いますね。まあ、友達対戦とか強くなって、あとは、民謀とかね、その辺強くなって、やっぱね、面白さをどんどんね、ね、他のゲームより面白いんちゃうかなと思ってね。一番面白いゲームアプリなんじゃないかなと思いますね。育成し終わった後の、このね、友達対戦っていうのはね。はい、というわけで、最近の状況でした。この後ね、S 確定ガチャの動画またね、編集してアップしたいと思います。はい、失礼します。